ラクラ交差点へようこそ。この番組は様々な趣味趣向業種の方を招き、価値観が交差点のように交わる番組です。司会を務めるのは自由人でありフリースタイルフットボール世界一のコンビラクラシックとしても活動しております、ヨシーです。そして相方はユージです。お願いします。はい、ということで今日はゲスト来てるんですけども、はい、フリースタイルフットボールを始めた時から知ってるから、うん、そうですね、多分17年ぐらいの付き合い長いな。すごいよね。はい、でしかもあの1990年生まれ、うん、同い年、一緒にいろんな各地遠征してパフォーマンスしたこともあれば、うん、大会で競い合う仲でもあったり、こう仲間でもありライバルでもあり、そして同じく走り続けている同士ということで、はい、紹介しましょう、はい、愛媛在住のフリースタイルフットボーラーヒロケイです。ヒロケイです。お願いします。楽器がいっぱいあって楽しいのよこの事務所。ラクラシックオフィスが、構えれるようになったのが本当に最近で、フリースタイルフットボーラーで来てくれた第1号がヒロケイです。嬉しい、めでたい。来てみた感想、見た感じどうですか？確かに観光地の中にオフィスがある感じのギャップ、確かにあんまり信じれんよね。そう、この赤レンガ実は重要文化財とか日本遺産に認定されてるって、うん、その中に事務所を持てるようになったっていうのがこうすごいフリースタイルフットボール道端で始めたからすごいなと思ってるんですけども、ヒロケは舞鶴は初ですか？初舞鶴。初舞鶴。今日はヒロケがこう舞鶴に来たら何をしてみたいか。ボール蹴ってみたいな。ボール蹴ってみたい。舞鶴で。舞鶴でボール蹴ってみたい。なるほどね。例えばどんなところ？動画に出てくるおなじみの場所。はいはい。今日時間限られてるんで、まあ、2、3箇所、うん、動画撮ったことがある場所を巡れればなと。普通に行っても面白くないんで、うんうん、3つカードを用意しました。ほう、ヒロに選んでもらおうかなと。ほう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 。トランプみたいに引いてもらって、うん、そこからジャジャンみたいな感じです。はい、あ、わかりました。順番はもうここで決まるとか、ね、そう、順番は本当にどこになるかわかんない、うん、っていうことで、うん、いいね。さあ、3つ。そうなんですよ、3つ用意しました。これ、持ちずれでは、どれか1枚お願いします。いや、ジョーカー入ってないから。ヨシーの目の色で距離が分かるんじゃない？移動の面倒くささで。これかな。運営を気にしてくれてる、ね、あ、それできます。駆け引きが絶対真ん中が、真ん中、ここから近いと思う。分かりました。じゃあどこに今から行くのか、オープンしてください。お、どうぞ。どうぞ。ベベン、五郎スカイタワー。はいはいはい。初舞鶴観光兼ねて行ってみます。ラクラ交差点。五郎スカイタワー着きました。イエーイ。舞鶴湾が一望できる場所で、実は近畿百景第1位の絶景って言われてるんですよ。今日は女子にも優しい、日焼けしない素晴らしい天候です。すごい雪が残っとんがめっちゃ綺麗。眺めももちろんいいんだが、舞鶴っぽいものを食べたいなと。お、そろそろ腹空いてきてません？腹ペコ。海軍カレー、うん、まあ、海軍が有名で海軍カレーも有名と思ってます。普通に食べても面白くないのでこちら、え、連続技選手権。おお今回はヒロとユージに対戦してもらおうと思います、はい、同じくエアーができる2人なんで、はいはい、長年競い合ったんだ。確かにね。それはもうすごいバトルが見れるんじゃないかな、うん、アラウンド・ザ・ワールド、どっちが多くできるか、うん、多くできた方がカレーを食べれます。ああ、はいはい、食べれない可能
性もある。食べれないどころか分けた人のおごりです。まあ、勝ちたいな。勝ちたいな。おごりに来たわけじゃないからな。最高記録は50回ぐらいかな。50回。うん、まあ、多分50ちょっとぐらいですね。お、じゃあ50-50いい勝負。うん、早速参りましょう。ラクラ交差点。連続技選手権どうですか、意気込みは。絶対に食べたいです。絶対に食べたい。腹減ってしまいそう。負けたら食べれんし、おごらんとかんから。今回はより公平になるようにということで、うん、2人が使ってないボールをちょっと持ってきました。練習はなしでガチでいこうかな。マジか。じゃあ先攻後攻じゃんけんで決めてもらおうと思います。勝った方が先攻か後攻か選べます。選べれる方、ね、これでもどっちも、はい、どっちもどっちだよな。相手にプレッシャーを与えるっていうやり方もあるけど、自分が先にやられるっていうパターンもあるし、作戦やな。作戦やね。よし、行きましょう。まずはじゃんけん決めるか。最初はグーじゃんけんポン。あいこでしょ。怖い。あいこでしょ。うわー、どっちかな。ひろけ、先攻後攻どちらを選びますか。ここで、ここ。ということはユージが先行。了解。ユージはアウトアラ。そうですね、外回し。外回し。リバーラはなしですね。うん、了解です、はい、で帰ってくるのはダメね。あれインアラで。インアラ、はい、わかりました。はいはいはい、勝った方がカレーを食べれます。負けた方はおごってください。いや食いてぇ。ラクラ交差点。それでは連続技選手権先行ユージからお願いします。いやここでいっぱいできたらヒロにプレッシャー与えれるから、ほんまの一発勝負。怖い。OK。余裕で超えられそうです。ラクラ交差点。それでは後攻ヒロケです。10回以上やればヒロケの勝ち、8回の場合ヒロケの負け、9回の場合は延長戦です。 OK、 一発で終わらす。どっちの意味で終わらす。いやマジ勝ちて、すげえドキドキするんだ。連続技見せてもらいましょう。いきます。カレー食べたかったー。信じがたい、ね、信じがたい。衝撃の2回です。このメンバーが集まって10回を超えていません。まあ朝早かったから。確かに ね、 ね、まあ、あれもう僕らのボールじゃないしな。そうそうそう、まあね、まあ、いつも50アベレージやから。まあまあね。じゃあ普段はどうなの。ライブ見に来てください。カレー食べに行きますか。やったー。僕の分もおごってもらいます。食え食え。ラクラ交差点。決まった。じゃあまあ僕は勝ったからカレーですね。じゃあ僕はビールで。ビール。すいません。水が美味しいわ。ユージが護衛艦妙高ビーフカレー、はい、はい、で、僕はビールを、はい、以上でお願いします。ビールいただきます。ありがとうございます。うまそうだ。最高や。くそうまい。美味しそうですね。いやうまそうやな。勝ったからね。いただきます。うざうまっ。あ、うまい。甘く甘口。玉ねぎの甘さがあるわ。めっちゃうまいです。はい、ということで五郎スカイタワーどうでしたか。綺麗でした。綺麗でした。お腹が空いてます。2回やったんで。2回はしょうがない。2回は食べれません。普通に完成会だよね。完成してください。まだ2回はやばい。次の場所を選びたいんですけど、どっちを。こっちで。こっち、はい、次行く場所はこちら。お青葉三陸公園。おー、ここでもいろんなボール蹴ってる動画撮ってます。行ったらわかる。行ったらわかるはず。向かいます。ラクラ交差点。
ということで青葉山麓公園到着しました。多分フリースタイラーあるあるないけど、ストリート集があるところで動画撮りたいっていう、まあ、よく撮影場所として来てました。めちゃくちゃ見覚えある。思ってたより広い。あ、昔こうボールパスしたりとかカメラも動くみたいな。多分2013年ぐらいぐらいやな、うんうん、カメラマンが不在で確かに確かに、ね、なんですけども、工夫次第蹴り終わった瞬間カメラをパスしてでもボールもパスしていけるいける、それっぽい動画撮ってみますか。 OK、 それなら、はい、いけそうですね、はい、ラクラ交差点。楽しい。ラクラ交差点。I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that paid. I need a change in my life cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy. 一発撮り？一発撮り？わあ！おお来ました。よかった。初乗り結構時間かかったな。結構時間かかって無事できましたけど、どうでした？いい映像にはなってるんじゃない？あの手ぶれ感が逆に昔のオールドスクールの時代のフリースタイルっぽい、うん、クラシックということで無事成功してよかったです。ありがとうございます。はい、よかった。ラスト1枚いきます。うわー、迷う迷うなで、これで最後はこちらです。ババン、赤レンガパーク。ラクラシックといえばここみたいなイメージも強いところに行きます。ラクラ交差点。舞鶴赤レンガパーク到着。戻ってきました。サムライフリースタイルフットボール時代から使ってる2006年、うん、2023年バージョンのフリースタイル的な動画を撮りたいので、何しましょう？なんか3人で技やりたいね。3人の人技といえばやっぱあれじゃない？もうあれしかない。オリジナルの、オリジナルの、はいはい、爆発的に世界で流行って今世界中の人がやってるんですけど、実は発祥が僕らってことで、オリジナルの3人技を赤レンガパークでラスト撮りましょう。できるかな、久々やな。久々やな。できるでしょう、はい。まあ、でも2回の人がおるからこんなやついいの。あー、ラクラ交差点。じゃあ挑戦チャレンジ。じゃあ行きます。1回目。さすがオリジナル一発。これがレイアラ2回の実績ですよ。でも今1回やから。そう、1回やからいけたね。3やから。見事成功しました。あ、よかった。ナインティドックスアラ。ナインティドックスアラしかないな。今日からナインティドックスアラで皆さんもぜひやってみてください。ラクラ交差点。ラクラシック的聖地、うん、巡りしてきましたけど、どうでしたか？楽しかったです。小学生のコメントなんですね。昔の技を逆に再現しようということにして、お互いフリースタイルを第一線でやってるっていうのも感慨深い、大人の修学旅行的な旅になって楽しかったです、うん、楽しかったよ、はい、最後にこちらピースオブクラシックワークス、まあ、僕らの活動のパズル、ワンピース的なノリです、ね、ほー、おしゃれ。
ヒロに今回の感想を一言、うん、一言ねと最後ラクラ交差点なんでしょうか、はい、ブランニュークラシックブランニュークラシック、はいはいはい、ああなるほどねわかるでしょわかるその心はクラシックって、まあ、多分一番一般的に知られてるのが、うん、こう最古のとか、うん、一番最初の、まあ、クラシックのミュージックみたいなのと、うん、あとなんか最高みたいな、うん、一流みたいな、うん、それがまあラクラシックやん、うん、一番最初からここでやっててでずっと一番最高みたいなそれのブランニュースタイルを見たなというか、うん、これはクラシック時代を知ってて、うん、でこっちに帰ってきたラクラシックが、うん、今と昔のもちろん昔の場所を見たけどそれとは違う新しい価値を作ってるな、うん、まあそれこそねこことかもそうですね、うん、なるほどクラシックはあっちで、うん、ここはブランニュークラシックうーんなるほどすごいいい言葉をくれましたさすが10秒で思いついた10秒で思いついた絞り出したありがとうございますということで、今回ブランニュークラシックということで、ヒロケイからありがたいお言葉いただきました、はいでまあ、めちゃくちゃいろいろ楽しい時間過ごせてよかったです、うん、はい、ということでまた機会があれば一緒に遊びましょう、うん、はい、ではゲストはフリースタイルフットボーラーヒロケイでしたありがとうございましたミラージュです奇跡の時代はミラージュです楽々交差点